本堂五国の寺は、岐阜県岐阜市にある高野山真言宗の寺院である。三号は、有草山。本尊は十一面千樹観世音菩薩。美野三十三観音霊場第十七番札所。美野四国札所八十八番。美野七福神。国宝の近藤獅子氏から草分鉢を、はじめ、数多くの岐阜県、岐阜市指定重要文化財がある。伝承によれば、 746年、聖武天皇の直命により、行基が解散したという。この寺の解散に関しては、奈良の大仏造流に関わった、日の金丸の伝説がある。1590年、陛下により消失する。江戸時代、再建が順次行われた。現在の建物は、原文法歴年間の混流である。上記の八に関して、次のような伝承がある。 聖武天皇は、東大寺の大仏を増留するため、優れた物資を探すための使者を、日本各地に派遣する。その中で、美濃国に派遣された使者が、悪民の頑丈寺に滞在した時、夢の中で、明日の朝、最初に出会った人物が探している人物であるとの、お告げを聞く。翌朝、美濃国をぶさで使者が出会ったのは、川で牛を洗っていた。 日の金丸という童子であった。死者の前で、金丸はその場で粘土で仏像を作る。その出来の良さから、死者は金丸を奈良へ連れて行く。金丸は、大仏建立の責任者として活躍する。大仏落景法要の最中、突然、死運が現れ、空から音楽が流れ出した。そして空中から蜂が現れた。空から、 釈尊がこの大仏像流の功績を称え、釈尊由来の蜂を授けることとなったという言葉が聞こえてきた。聖武天皇は功績のあった日の金丸にこの蜂を授けた。金丸はこの蜂を治めるために、故郷に森国幸寺を建立したという。日の金丸は死後、十一面千寿間世温度殺像となり、森国幸寺の本尊となったとも伝えられている。 金丸については、次のような言い伝えもある。1970年代、この辺りの郷土史について研究していた教師の話によると、金丸は、森国幸寺と長良川を挟んだ南側にある日野の、同時で、お坊様が来た時に作った仏像は、田んぼの土で作ったということである。大仏建立に貢献し、授かった鉢を、 はじめは地元に建てたお堂に収めていたが、長良川の出水時に流されそうになったことから、対岸の高台に移したという。また、お堂があったとされる地区は、今でもその時の名残から道後と呼ばれている。岐阜市の町づくり団体人人の会によって企画され、2019年11月、現在岐阜県内の13カ所において行われている。 金の御朱印企画に参加しており、毎月最終期2曜日限定で、通常の御朱印とは異なる金をあしらった御朱印が発行されている。ギフバス、オブサバス邸が最寄りである。徒歩1分。美の33巻の音。ありがとうございます。